どうもみなさん、こんにちは。今月は実況主の誕生月、クラクラチャンネルのーけーすけです。ふぅー、ということで今月の11月の19日はね、私けーすけ32歳の誕生日ですので、皆さんね、応援の方よろしくお願いいたします。そうですね、もう誕生日プレゼントはね、もう大丈夫です。いらないんで、毎日ですね、自分の動画を見てね、コメントをくださるだけで、もう感謝感激雨嵐でございます。あ、そうそうそう。クラクラ実況メインでチャンネル登録者10万人目指してるんで、今月はね、もう自分の誕生月っていうこともあって、コメントの返事、バンバン返していこうかなと思ってます。そうですね、動画を出して次の、日のね、動画を出すまでについたコメントにね、毎日ね、コメントしていこうかなと思っております。まあそうですね、ネタコメ、クソコメかよくわかんないような、コメントとか、あとアンチコメに関してはね、ちょっと返せなかったりすると思うんですけれども、普通のね、応援コメントとかにはね、バンバン返事をしていきます。ということで、それでですね、毎日更新している新シリーズ、ゴブリン村攻略機、こちらやっていきましょう。あ、そうそうそう、昨日ね、ゴブリンの都だったっけな。ここのね、イーグル砲とか壊すときは、もうアーチャー一体で、時間かかるけど壊せるらしいですね。あと、もしくはね、時短で、ウィズで、壊したりすることもできるらしいんでね。ちょっとね、そういったね、コメントでの情報もね、お待ちしております。というわけで、今日もね、ゴブリン村攻略機やっていきましょう。はい。じゃあね、今回は選択の時、闘技場、紙の地図あたりまで、ちょっとやっていきましょうかね。私、ケースケ開発ビルドで先行プレイしておりますが、初見のような感じでね、やっていきたいなと思います。では行きましょう。選択の時、スタート。さあ、どんな村が出る？どんな村？いや、もうさ、勘弁してくれよ。いい加減にしろ、スパセル。おい、イーグル砲4つ。で、マルチ、2本。インフィールドタワー、シングル、2本。DPS バカみたいな感じになるじゃん、これ。これはきついぞ。どう行こう？どうやって行こうかな？とりあえず、とりあえず、まあ、いつも通りサービス終了編成で、で、ウィズ島とかはこっち方向にあるんで、ちょっと嫌なんで、こっち方向からこうね、ジャイネクロを出していって、で、進行させて、行きましょう。じゃあ、まずはいつも通りですね、ジャイ2体出してからの、これ、さっき言ったように、さっきのね、言ったように、なんかさ、やっぱりこう、イーグル砲が真ん中にないの嫌だよね。真ん中に、間違えた、やべえ、突破兵器。突破兵器、ちょっと、やっちゃった。突破兵器やっちゃったんだけど。待て、ボーラーで、ここにキャバクラ座台。ここのキャバクラ座台、待て。一瞬にして、中に入ってったボーラーたちが、やられてった。待て、バーキンアイアンフィールド発動してからの、一回ピキンしとこう。一回ピキンしといて、どうしようどうしよう。ボーラーたちが、もう一瞬にして、溶けてる。待て。きつい。おじさん、パニクってる。もうすぐ32歳の独身男性が、パニクってますよ。貴重映像。パニクってる映像です。32歳独身男性が、パニクってる映像ね。皆さん、しばし、ご堪能ください。いや、でも、ギリ、ヒーローがイーグル方向だぞ。イーグル方向壊せば、ワンチャンある。で、あとはもう水を飲めたから。余計ゴリ押しで行くっていうのは。ゴリ押し、レベルの暴力で。ゴリ押しで行くって。全然参考にならないと思うんだけど。なんとか、ゴリ押しで行きましたね。ただやっぱりここのさ、2連巨爆とイーグル砲も合わさって、中に入ろうとした、ボーラーたちが一瞬にして溶けていきましたからね。これしんどいな。これ、まあ、タウンホール12の感想だから、ユニットヒール感想だから、ゴリ押しでいけたけど、銃とかの人はもう全開取れねえんじゃねえこれ。さあ、お次は闘技場、行ってみましょう。さっきの村しんどかったね。しんどかったんだけど、よりしんどくなるのかなこれ。でもまだ、さっきよりかマシじゃない。さっきよりかは、イーグル砲も1個しかないし、で、他にインフィールドタワーとか怖い施設はないんで、あ、これ楽勝の楽じゃない？楽勝の楽じゃない？あ、でも、気になりますね、ここ。ここ気になります。はい。前でおなじみ、サーカスのテントみたいな、クラン城があるんだけど、援軍何いるんだろう？援軍何いるかちょっと確認してみましょう。はい、前、おい、ちょっといい加減にしろ。いい加減にしろ。これチートだろ。スパセルついに、アプリ内にチート入れたな。これはダメだよ。クラン城、タウンホール12でも、40枠しか入れらんないのに、何がいる？待って、ライドラと、ドラゴン、ベビドラ、これで60枠で、ゴーレムいて、90枠。え？
で、ペッ書いて、115枠の、ネクロボーラーで、なんかいっぱいいる。140枠ぐらいいる。いや、待って、これ援軍処理しづれだ。待って、どうしよう。やだ、相手したくねえ。とりあえず、ジャイ、ネクロ出して、で、素早く、やべ、ポイズン落とす1ミスった。ポイズン落とす1、ミスったんだけど、もうとりあえず一旦、援軍が暴れてる、援軍が暴れすぎてる。勘弁して。ちょっとやめて。一旦落ち着こう。一旦そういうの良くない。ライドラとか、援軍のゴーレムが。めっちゃ仕事してる。ペッカもまだいるし。あ、ペッカいい、うまいこと。ネクロマンサー部隊に。捕まってくれてるからいいけど、一旦ヒーリング落としとこう。ヒーリング落としていって。あ、で、こっちサイド。逆サイドの方もこっちえぐってってもらって、なるべく、早めに、クロスボウとか DPS の高いところはね、削っていってほしいですね。これ辛い。これも辛いな。で、おまけにイーグル砲っていう、凶悪施設がね、まだ残ってるんで、ちょっと待って、援軍処理がしんどい。だるすぎ。これもうチートだよ。チート村出現しちゃったよ。援軍処理これ、全部、いっぺんに処理しようとするとだいぶしんどい。8とかの人もここら辺は来れないでしょ。さすがにこれ援軍処理しようとするとだるい。で、クイヒーとかでやるにしても、だいぶ、ポイズも使わなきゃいけない、レイジも使わなきゃいけない。で、ああ、よし、イーグル砲まで届いていっての、前回いけますね。オッケーいけた。いった、もう、ここ、ピキン使うの忘れてたよ。もう、援軍に目を奪われすぎて。ピキン使うの完全に忘れてたけど、最後にクラン城ですね、壊していっての、前回ですね。もう最近ね、ゴブリン村攻略機で、俺マジでエネルギー使う。じゃあね、次行きましょう。もうほんとだんだんしんどくなってくる。もう一発で全クリ、前回取れない村、もう出てきそう。もうこっから先やりたくないもん、なんか。なんで紙の地図やっていきましょう。どんな村？もう、笑うしかないよね、これ、もう。あれで薬物とか使用してないからね。みんな薬物とか使用してるわけじゃないからね。通報しないでね。もう、笑っちゃって。だけどお酒も入れてないからね。別にベロンベロンでやってるわけじゃないからね。言っとくけど。何これ、勘弁して、イーグル砲3つに。シングルインフェ何本よ ?1、2、3、4、5、6、7、8。しんどいよ。しんどいよ。この間もシングルインフェ8本ぐらいある村出てきたし。イーグル砲の周りに無駄に墓標が敷き詰められてるし。ただ、墓標があるってことは、ここには、トラップはない感じですね。なので、まあ、でもこれサービス終了編成でいけるでしょ。だって全部シングルインフェだし、あ、余裕っすね、これ多分余裕だと思うんで、先にもうジャンプ打っちゃって、で、ジャイ、で、ネクロ3体出して、ジャイ、ネクロ3体出して、で、ジャイまとめ出し、からのネクロマーサー。で、ポーラで行きましょう。で、もう突破兵器とかも使用しなくていい。タウンホール11レベルなんで、多分余裕だとは思うんですよね。で、令状かけていって、進行させていきます。いいよ。いや、でもね、やっぱし、イーグル砲がだりっていう。ちょっとごめんね、言葉遣い悪くてごめんね。だって、ほんと、ね、だるいじゃん、もうこれ。絶対。で、イーグル砲とかも、オッケー、いける。で、からの、そろそろ、イーグル砲が着弾するタイミングで、ピゲイン、おじゃ、完璧なタイミングで、全クリしていく。よし、イーグル砲も壊していって。で、これでもう大丈夫かな。よし、いける。あ、弱も能力残してるんで、サービス終了編成とかだったらもう楽勝ですね、これ。多分、タウンホール10とかの、ゴレビズ、ネクロボーラーでもね、全然いけると思います。ジャイボーラーか。編成でも全然、余裕でいけますね、これは。これに関しては、オッケー。よかった。見た目にね、ちょっと圧倒されたんだけど、でも、実際はもうゴリ押しで全然いけますね。じゃあね、ちょっと個人的に、気になったのが、クイヒー対、この、闘技場の大量の援軍、勝つことできるのかっていうのをね、ちょっと気になったんで、やっていきたいなと思います。行きましょう。とりあえず、ババで、援軍釣っていって、この量えぐいよね。で、ちょっと、釣っていきましょう。ちょっとババとかで、釣っていって、で、ウォールブレイカーで、ちょっとずつね、引き寄せていってからの、アチャクを渡していってヒーラー、つけていきます。で、さあ、来たからの、どうだ、いけるか。ただでさえ、ベビドラバルキリー編成。ちょっと厄介なんだけど、これで倒せるのかどうか。さあ、勝負だ。
決闘だ、どっちが勝つ、どっちが勝つ、やめて、ベッカがやばい。ベッカやばい、さすがに。ベッカやばい。でも、でも、あ、いける。もう一回レジ、もう一回レジかけていったら、あ、勝てる。あ、勝てるぞ。勝てる。勝てる、勝てる。で、チェーンライトニングは、ヒーラーに入ってないよね、多分。入ってなくて、あ、あ、あ、全然余裕で勝てた。いける。いけるんだけど、ただね、レベルの低いアチャクイでの種類はね、絶対やめた方がいいです。例えば、ライトニングドラゴンとか一発だと、一発の攻撃だと、レベル18ぐらいの、あの、アチャクイだとね、瞬殺できちゃうんで、なので、レベルの低い、防衛援具はやめましょう。あの、アチャクイで、でね、防衛援具処理はやめましょう。じゃあ、援軍処理シリーズで、昔懐かしの援軍、ネクロマーサーでの処理、これね、やってみたいなと思います。いきます。バーバーを出していって、援軍釣っていって、もうできったかな、もうできったね。この量ほんとえぐいな。で、アーチャーで引っ張っていきましょう。アーチャーで、あー、ここら辺届くのか。届くのか、ちょっと嫌なんだけど、ちょっとね、バーバーをね、ちょーんって出していって、アーチャーとか出していって、で、からの、ネクロマーサーで、ウィズ、ウィズ、ウィズで、やっていって、で、援軍は処理できるのか、さあどう？あ、やっぱりバルキリーいるから嫌だ。バルキリーが非常に厄介ですね、これ。で、ウィザードたちもやられちゃって、非常に厄介。バルキリーがすごいね、いい仕事するんですが、ああ、でもギリギリ。ギリギリやっつけれてる感じがする。で、いいよ、いいよ。いける、これ。あ、でも、ウィズがもういない。で、ネクロもいるから。ああ、やばい、ああ、ネクロマンサーたち逃げて。逃げて、ああ、やられちゃった。強い。強いよ。ユニットたちで処理しようとするのはね、結構無理ゲーっすね。じゃあ、アチャビズでね、処理できるか、昔懐かしのね、自分もね、昔はね、よくやってましょう。これでね、援軍処理することができるのかやっていきましょう。で、オッケー。釣れるね。釣れるんで、アーチャーで、引っ張っていきます。で、もうちょいこれ、まとめていきたいですね。これ結構ばらけてると嫌なんで、まとめていきましょう。アーチャーもね、今回大量に、釣れてってるんで。で、バルキリー、ベビドラの移動速度速いの嫌だな。移動速度速いんですけど、で、ちょっとまとめていきます。ちょっとまとめていきます。ちょっと整理していきます。トーントーンって、こうまとめるように。こうね、紙を、コピー用紙をまとめる要領で、こういう風に引っ張っていってまとめていくっていうね。こういうのよくやってましたね。ただ、アーチャーの消費がえぐいな。ネクロマンサーちょっと外に出したいな。ネクロマンサーいると非常に厄介なんで、で、なので、ポイズン落としていくからな。アーチャーで囲まって、で、ウィズで、処理をやっていきましょう。で、どう？バルキリーがちょっと、あ、バルキリー。バルキリーが強い。バルキリーが強い。バルキリーが強い。昔懐かしの、僕も昔よくやってましたよって言っておきながら、全然処理できないのはダサいんで、ダサいんで、やっていくと、いける、あーで待て、あーちゃんでしょ。あーもうちょい連れていきたいですね。もう囲もう。もうずるい。もう数の暴力で囲んで。やっつけていけば。よし、数の暴力で。レベルマックスウィズハットたちで。やっつけて、よし、ライトニングドラゴンをやっつけた。で、ラストドラゴンをやっつけてって、ごめんね。あーダメだ、足りなかった。結構な量持ってったのに。下手な感じ出ちゃったよ。はい。それでは皆さん、お待ちかね。空軍で、攻略できるのかっていうのをね、やっていきましょう。バルーンラッシュですね。毎度おなじみ。で、配置によってね、さっきの闘技場に関してはね、援軍処理をしてからで、やっていきたいと思います。で、いやー、やっぱりね、これね、エア水4つあるんで、こっちからのバルーンラッシュはね、最適じゃないですね。なので、下からこう押し上げるようなイメージ。で、やってって、で、トームは、しっかりと、そうですね、ウィズトーク角に当てていきたいイメージで、やっていきましょう。なので、そうだな。最初はヘイストで、やっていって、あ、そう、トラップ角にやってねえや。トラップ角に、あ、でもホーミングぐらいか。ホーミングぐらいなんで、こっち方向にギャーって出してって、で、行きましょう。で、レイジ、で、レイジ落としてって、一気に、シングの方、していって、で、待って、やっぱりイーグル砲が大量にあるっていうのがだるいな。で、ここで、ピキンしていけば、これはもう、あ、ゴリ押しでいけるわ。あ、余裕だ。余裕でゴリ押しでいける。対空トラップとかも、まんべんなく出てきたけど、全然余裕だ。余裕で、あ、待て、あ、待て、あ、これはずるいわ。ちょ、レイジ一回、上げておいて、で、よし。これで、あとはもう、お掃除タイムですね。お掃除タイムで、スッキリしていきたいと思います。で、まあ、スキル、対空のスキルとか、めっちゃ出てきたけど、そうだな。じゃあ、着衣とかここら辺から出していって、金庫狙っていきましょう。で、あー、スケトラだりんな。クローク使っていって、スケトラを処理していきます。で、これで、オッケー。で、ウォーデンは何してんの？対空スケトラを。背後から、逃げれないっていう。逃げろよ。対空スケトラ。むやみに。無駄に死ぬことないんだよ。てか、対空スケトラの量やばいな。え？なんていいんだ、これ。
なんで、ウォーデンが無限に、永遠に攻撃してんじゃん。ウォーデンが無限に攻撃してる。ちょっと、ずっと攻撃してる。で、やばいな。で、オッケーオッケー。で、これでもう、オッケー、体育スケトラいなくなって、うん、そうですね、バルーンのゴリ押しで全然いけちゃいますね、これは。さあ、そしたらね、闘技場行きたいと思います。闘技場に関しては、援軍処理は必須になってくるので、今回は食い品のバルーンラッシュで行きます。なのでそうだな。なるべくイーグル砲を壊していって、ここら辺、うん、どっちに回ってもいいんだけど、食い品。回ってったら援軍を釣っていって、で、処理をしていきたいなと思いますんで、なるべく少ない枠のうちに、イーグル砲をね、処理していきましょう。で、火力は結構高い。ウォーデンつけちゃっていいか。ウォーデンつけちゃって、ライフオーラで HP を増やしていきながら、で、削っていきましょう。で、あー、待って、結構火力も高いな。舐めてると、これ事故りますね、これ。で、壁殴るの？じゃあいいや、ここ開けとくわ。で、一回レジ落としといて、圧着用、ちょっと回復させていきましょう。で、ここで、よしよし、ウォールブレーカーで援軍を釣るっていう、テクニカルな、ちょっと待って、ウォーデンが、ちょっとウォーデンが食らってみよう。で、一旦ピキン使っとこう。ピキン使っていって、相手の援軍を処理していきます。援軍処理していって、で、ちょっと待って、ヒーラー頼むよ。ヒーラー頼むよ。変チェーンライトニング入ってるよ。チェーンライトニングヒーラーに入っちゃってる。ちょっと待って、一旦もうクローク使わされちゃった。けど大丈夫。オッケーオッケー。で、ライトニングダラゴン処理して、あぶねえ。じゃあね、ここはね、あとはね、もう、普通に、あー待って、ホーミングがあるがヒーラーがどんどんやられてって、回復量減らされてる。対空トラップの解除も必須になってきますね、これ。でもまあ、結構もう時間にね、余裕はありますね。だから、ババキンとかでこっち方向削っていってもらって、クイヒーはこっち逆方向回していって、ずーっと延々と無限にやっていくっていうのがいいのかなと思います。なので、もう、ここら辺とかも、出しちゃいましょう。出しちゃって、で、ヘイスト落としていって、火力をね、薄くさせていって、圧着用、守っていきます。これで、オッケー。で、ババキンとかもこっちの方向を押しちゃって、で、1234、1234、1234と出していって、で、ここも、ヘイストバルーンで削っていけば、もう簡単ですね。簡単ですわ。いやでも、火力、防衛援軍の火力も高いし、で、中にさ、対空トラップも結構仕掛けられてるから、ヒーラー次々にやられてるんで、ヒーラーマシマシの方がいいですね。6、7体はつけてもいいかな。6体ぐらいつけちゃってもいいかなとは、思いました。ただまあ、援軍さえ攻略してしまえば、結構まあ簡単な、村かなといった感じですね。じゃあ最後、紙の地図行きましょう。まあ、これはね、もうシングルインゲばっかりだし、でね、ここ、ここのイーグル砲とかアチャクイで壊せるし、あとはね、こっち方向はウォールバスターとか、あとはね、ウォールブレーカーいっぱい積んでいけば、まあ、ババキンとかでイーグル砲処理もできるんで、結構楽なんじゃないかなと思いますので、ここ行きましょう。まずはね、あー待って、スケトラはダメだ。スケトラ厄介だな、スケトラ厄介。スケトラ、大地のスケトラで、ここアチャクイ処理しようとすると、結構厄介なんだけど、大丈夫、待って、アーチャーがまた余計なスケトラ引っ張ってきちゃったよ。待って、ちょっと待って。一回落ち着こう。大丈夫これ。間に合う。間に合ったオッケー。で、こっちは、ババキン、ウォールバスターで、捨てて、対空をちょっと折っていくイメージで、行きましょう。で、あ、でもちょっと、あれだよな。これシングルインフィどう？あ、オッケー、射程外の模様で、さあ、オッケー、壁を開けていってもらって、で、イーグル砲、二つ目。んでね、三つはさすがに怖いけど、二つはさすがにね、怖くない。一つだったら怖くないんで、よーしょバルンでゴリ押していく。さあ、そして、ウォーデンを空にするのを忘れた男。だからちょっと早めに塔も使っていって、ウォーデンの延命に測ります。で、やっぱりライフオーラとかもね、すごい大事ですから、HP がね、この、ウォーデンの枠内にいるだけですごい HP で爆上がりしますんで、なのでね、ウォーデンを生かしていくスタイル。で、もうこれであとは、クロスボウとか単体攻撃ばっかりなんで怖くはないですね。範囲攻撃はやっぱり怖いんで。で、これであとは終了といった感じですね。あ、しまった。ちょっと待って。対空スケトラもう出んなよ。もう出てくんね、対空スケトラ頼むから。変なとこから。もうでもここの時点で出てないんだったら、対空スケトラ自体も、そこまで多くはない感じ。よし。で、これで最後にヘイストかけていって、簡単ですわ。オッケー。今日も、しんどかったな、なんかいろいろ。ということで、今回はですね、ゴブリムラ攻略機、選択の時、闘技場、紙の地図、こちらね、攻略していきました。
いや、本当にね、防衛軍がめちゃくちゃいるところはね、結構しんどかったなっていう感じですよね。なんでもう早いもので、ゴブリン村攻略機残りステージ4つとなってしまいましたね。果たしてどういった村がね、出てくるのか、ね、気になるところだと思いますのでね、結構やっぱりね、コメントいただくのが本当にゴブリン村進めてないよっていう人がね、すごい楽しんで、くれてるみたいなのでね、またね、明日、明後日とゴブリン村攻略機動画出していきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。